日本橋は、かつて、東京都中央区八十州一丁目から日本橋三丁目に、かけて存在した花町。1777年に成立した谷市、金魚町、銀社、呼ぶ小鳥に、時和ず名鳥の文字民がいたと記されているのが、日本橋界隈における芸妓の最初の登場である。天保の改革で、深川島の丘場所から芸儀が逃れ、 その一派が日本橋周辺に移り住み、花町を形成する契機となった。芸儀集は、現在の三越から日本銀行本店の間に、集中、日本橋南側にも住み、町名にちなみ、月長町芸者と呼ばれた。1892年、日本橋北側と南側の花町が合併、当時日本橋に存在した魚菓子屋商家を相手に発展した。明治中期、 芸約8 0名いたが、日清、日露戦争時には230名に増加、柳橋、吉町に次ぐ一流課外として名を馳せた。1923年に発生した関東大震災で日本橋一帯は花町も含めて被災した。震災復興後、魚河市は築地市場に移転したため、日本橋花町の主な顧客は同地に残った、商家、企業となった。 1929年、芸儀287名、沖屋127件、料理屋9件、待合い51件であった。しかし、1937年に日中戦争が、1941年に太平洋戦争が勃発して、戦時食が濃くなると、1944年、日本橋花町は営業停止され、翌1945年の東京大空襲によって、 壊滅した。終戦後の1950年には復興したが、その後衰退し、1960年に鍵盤が閉鎖したことで日本橋花町は終焉した。料亭は花町がなくなった後も営業し続けたが年々減少していき、2019年現在、日本橋界隈で営業しているのは料亭やマント、島村となった。ありがとうございます。